新しい機材が出た。それが果たして皆さんにとってどんないいことがあるのかを考えたことありますでしょうか。フィルムの時代はフィルムを変えればカメラはずっと使うことができました。でもデジタルカメラになっていつの間にか半年に1回、1年に2回、1年2年に1回カメラがどん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 出て、僕たちはお金を使いっぱなしになっています。それで見失っていることが何かあるんじゃないかっていうのが、僕が写真は機材じゃないよねって何度も何度もお伝えしている理由です。写真が好きな人の中には3つの属性があるのではないかと思います。まず1つはカメラが好きな人、そして被写体が好きな人、3つ目は撮るのが好きな人。カメラが好きな人はご多分に漏れず、カメラの新しいスペック、あるいはオールドレンズの雰囲気、そういったものが使う楽しみ、カメラを使うのが楽しい方々ですね。でもう一つは被写体が好きな方々、女の子が好き、飛行機が好き、花が好き、そんな好きなもののために写真を撮りたい、その関係性を楽しむ方々。そして3つ目は撮る、つまり表現する、そして自分を知る、そういうことが好きな、行為が好きな人たち。そのどれに皆さんが属しているかによって写真との付き合い方って変わってくるんじゃないかなと思います。一つお断りしておきたいのは、どれだからといって優劣はございません。皆さんが何が好きかによって写真というのは使い分けることができるのが一つ、いろんな方々が写真を撮る、そして写真に触れる機会になっていると思います。僕たちの場合は、いや僕の場合は撮るのが好きなので、極端な話 iPhone だろうがフェーズ1だろうがどちらでも楽しめます。僕が考えるですね、写真が上達する方法、いやより写真と自分との関係性を増すための方法っていうのがあります。今までは機材じゃないよねっていうことができました。でもこの数週間で、いい写真っていう、統計的にいい写真っていうのはある意味データを分析すれば生み出すことができるような時代になってしまいました。つまり皆さんらしい写真っていうものは何なんだろうと、いい写真よりもいい写真っていうのは皆さんそれぞれのそれぞれらしいことが表現できている写真がこれからいい写真というふうになるんではないかと思います。そういった写真を自分が撮れるようになるために必要なことは何かというと、こちらの3つです。まず1つは、自分の目が物事をどう知覚して、そしてどう感じているっていうことを誰に伝えたいのか、このカメラと目の関係性を知ること。目の仕組みを知れば、自分がどう物を見ているか、どう理解しているのかを知れば、カメラはそれを再現するために使うだけです。なので、カメラがどういうカメラであってもですね、シャッターを押してその場をとどめることができるのであれば良いのではないかということですね。そして写真を見るものだと思い、写真は見るもの、写真を見るというふうに言うかもしれませんけども、写真というのは僕は呼ぶものではないかと思います。というのも、写真に写っているものがただの例えば人とか風景とか、そんな単純に見ることもできますが、その撮影者がなぜその場所でその写真を撮ったのか、誰に向けて、そういったことを自分も読解できるようになれば、写真を見るものではなくって読むことによって、どん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 作者に、そしてその作者が影響を受けたまた写真体験に自分がつながっていくことができる。この写真の歴史、人の歴史っていうものに触れることによって、ああこういう表現もあってもいいんだ、こういう撮り方があってもいいんだ、こういうものを撮ってもいいんだって理解を深めることができますね。それが写真を読むということです。そしてそれを読めるようになると、自分も再現できるようになるんですね。なぜならば、自分が見てるものはどういうふうな組み合わせで撮ってるかっていうのは目を再現することなので、そんなに難しいことじゃないんです。それで実際自分も撮ってみる、そして誰かに見せてみる、そうすると感想が返ってきますね。いい悪い、好き嫌い、ああそうかと。自分にとっての好き嫌い、あるいはいい悪いっていうのは、他人にとってこんな影響があるんだ、こんな感想を持つんだっていうことで、自分自身がみんなの気持ちを理解できる、みんながどう読むかを理解できるからこそ、じゃあ次はこう撮ってみようっていう改善につながるわけです。
例えば僕たちがやってる写真が上手くなっちゃうワークショップでは坂口智之さんの夜景、これは坂口智之さんという写真家さんの写真集ですね。これは、神奈川の夜の街並みですね。と言ってもイルミネーションみたいなもの、照明は実は映ってなくって、住宅街を淡々と撮られているものです。こういう夜景の写真ってなかなかないですよね。あるようで、大体が工場とか、あるいは街とか、あるいは山の夕暮れとか、そういう夜の写真はありますが、こんなただの住宅街を淡々と撮って何があるんだろう。でもこれを見ると普段見てる自分たちの住宅街とは全然違う住宅街に見えるんですね。夜景を撮るだけで、そして光源を入れないだけで。それに影響を受けて、チャレンジした2人の方がいらっしゃいます。川本さん、ちょっと小さいか、川本さんはご自身の広島ですかの自分のご近所をですね、同じように住宅街を撮影して坂口さんを自分に憑依させました。この撮っていく過程でなぜ坂口さんがこう街灯を写真の中に入れなかったのか、風景じゃなくって近景にしたのか、そういった思想的な部分を触れることによって、川本さんはですね、途中からダンスだと、自分にとって写真はダンスをやってきた経験があるからこそ、写真撮影をダンスになぞらえて坂口さんの真似をするだけではなく、自分の解釈で風景を整理していこうといって、後半はご自身の思うように撮影していきました。また塚田さん、塚田さんは神奈川ですね。塚田さんのコンセプトは、坂口さんはホームなんです。ですけど川本さんはダンスなんです。で、塚田さんはアフタースクールなんです。この夜の街並みを一人で徘徊することは、まるで学校が終わった後、放課後を道草を食ってるような感覚に近いんじゃないかというふうに考えて、この坂口さんのように夜の風景を撮っていてもですね、アフタースクールと受け取る、あるいはダンスと受け取る、ホームと受け取る、これどれもいい悪いじゃないですよね。じゃなく、自分にとって夜の街並みを写真に撮ることはどういうことだっていうことを考えた結果だと思うんですよ。そういうような皆さんがいろんな写真集をですね、参考にして写真集を作ります。これは皆さん一様にですね、いろんな写真集を、まずは自分の目を理解して、そして写真の仕組みを理解して、カメラの仕組みを理解して、そしてそれぞれがいいなと思う写真をと出会い、それを自分なりに解釈して、自分の表現としていく。入り口はカメラかもしれません、被写体かもしれません。でも最終的には自分にとって撮るってどういうことなんだっていうことをそれぞれ向き合っていくんですね。そして、作品を作っていく、みんなさんこう写真集を作っていくわけなんですけれども、それって結構大変だよねって思うと思うんです。そうです、一人でやろうとすると大変なんです。日々仕事に忙殺される、写真を撮りに行く時間取られる、準備するの大変ですよね。でも、これがうちのワークショップの3つのポイント、鈴木真の写真が上手くなっちゃうワークショップ、シャウマではですね、もうとりあえず課題が出ます。なのでそれをやるっきゃねっす、量のない質がない、量のない質はないと言ったのは、量が一つの個性でもある森山大道さんの、写真家の森山大道さんのお言葉ですね。森山さんですら未だに量を取っている。写真はスポーツだと思うんですよ。だからまずは量をやろうと。でも量をやるのって大変ですよね。だからステップに応じた、まず目の理解をするための課題、そしてカメラを使いこなせるようになるための課題、写真を読むための課題、再現するための課題っていうのを5段階、まあ、じゃあ3段階に分けて僕らが出させていただきます。それをですね、一人でやると大変なんですよ。でも写真のワークショップに参加すれば同じ同期の仲間がいます。
そしてそれをやってきた4期分の先輩たちも一緒にサポートしてくれます。だから一人じゃないんですよ。オンラインの時代だからこそみんなで課題を伝え合って育み合って攻略していける。それがたったの3ヶ月、2週間に1回授業があります。その2週間の間に課題をみんなでやっていただく。その課題は日曜日以外毎日僕がインスタグラムで、レビューさせていただきます。だからたったの3ヶ月で、みんなと一緒にやるだけ、それだけでこのような写真集を作ることができてしまいます。なんでこんなにワークショップ、自分のワークショップを押すか、こんな宣伝動画なんて撮りたくないです。でも一様に SNS を眺めた時に流れてくる写真ってだんだん見れば見るほど同じに見えてきませんか。なんかそれってこれだけ情報がいろんなある時代で道具も手に入ってデジタルですぐに PDCA やれる時代にもかかわらず写真が同じになっていくってなんか苦しくないですかね。それを僕は何か自分が関わることでもっと豊かな、あるいはもっと自由な表現が増えることによってもっともっと写真が活性化していくことが結果その人にとってもその人の生きる価値観とか仕事をする価値観が変わっていくことになるんじゃないかなって思ってます。なので僕らにできることは写真展でも写真集を売ることでもなく写真のワークショップをやってみんなのコミュニティをコミュニケーションを作っていく中で楽しく価値観が豊かになっていくっていうところをお手伝いできればいいなと思って写真のワークショップを行っております。ということで、写真のワークショップは来週からですね、5月4日から、写真が上手くなっちゃうワークショップ、あと残りわずかなんですけど、また3ヶ月後にもこれ開催されますので、写真のことにカメラが好きでもいい、被写体が好きでもいい、撮ることが好きでもいい、でも機械には真似できない自分にしか撮れない写真を撮ってみたい、そう思われる方はこの機械を活用していただけると良いのではないでしょうか。おそらくこういった写真を自分読むことも撮ることも自分ごと化していく、何か見て真似るんではなくって自分の写真を探していく、自分らしさを探していくっていうことはなかなか他のワークショップではないんじゃないかと思います。なぜならば面倒くさいからです。この写真を真似してみましょうって参考にすることは簡単です。それは写真のカメラを使うことが組み合わせに過ぎないからです。ですがそれはいつか飽きが来ます。そして成長の限界が来ます。その時にもしこのワークショップがあれば皆さんに参加していただければと思います。ということで本日は写真の今後と、そして皆さんにとってあるべき写真の姿とはお送りいたしました。またお会いしましょう。ごきげんよう。